冒険王 TV です。今回はドローン空撮上達のコツ、中上級編3分ワンカット空撮に挑戦しようということで紹介していきます。今ですね、流れている映像は先日公開した鬼怒峠のですね、3分ワンカットの映像になるんですけれども、こちらの動画の解説と、あとですね、3分ワンカット空撮のポイントをいくつか紹介していきますので、よろしくお願いします。はい、今回紹介する動画とですね、ポイントに関してはブログでも紹介しておきますので、概要欄の方ですね、そちらもチェックしていただければなというふうに思います。はい、ポイント1つ目、事前準備ですね。ワンフライト目は安全なルートをイメージするということになります。どんなロケーションでもいきなりですね、ドローンを上げていきなりワンカット空撮に挑戦するのはですね、非常に難易度が高いです。ですので、ワンフライト目はですね、そのロケーションがどんな景色なのか、どういうアングルから空撮したら魅力的に撮影することができるのか、スタートとゴールの構図を決めておくといったことをですね、イメージしておくと良いでしょう。で、今回の映像のようにですね、壮大なロケーションを広がっている場合は、もう最初と最後のゴールを決めておくっていうところがすごく大事になりますね。で、それをですね、イメージさせておくために重要なポイントとして、まあ、最初にワンカット空撮に挑戦する前にですね、一発ドローンを上げるっていうのも大事なんですけれども、Google Earth Studio とかですね、そういったところで地図で確認することもできるので、イメージトレーニングも非常に大切になります。はい、ポイント2つ目なんですけれども、常に滑らかなドローンワークとカメラワークを意識するということですね。ワンカット空撮で注意すべきことは以下の2つの動きですね。ドローンそのものの動きを滑らかにすること、カメラジンバルの動きそのものを滑らかにすること、この2つです。で、ドローンの動きを雑にしてしまうと、見てる人の集中力を奪ってしまいます。やると決めたら最初から最後までですね、ずっと滑らかなカメラワークに注意しましょう。ですので、プロポとかはですね、本当にじわーっとゆっくり動かしていく。これを突然向きとか変えてしまうと、すごく動きが雑になってしまいますので、やると決めたらですね、しっかり指を滑らかに動かし続けることが大事になります。ただ3分間録画することだけだったら誰でもできるので、いかにですね、滑らかなドローンの動き、あとカメラジンバルの動きですね、左上だと思うんですけれども、そちらもですね、滑らかに動かし続けることを意識しましょう。はい、ポイント3つ目なんですけれども、写真構図を意識し続けるということですね。こちら以前の動画でも、まあ、この動画でも紹介させてもらったんですけれども、滑らかなカメラワークを意識することと同時に、そのロケーションをずっと魅力的に空撮し続けることが大切です。それはですね、風景写真における構図というのが結構大事になってくるんですけれども、写真構図ですね、たくさん種類があるんですけれども、ドローンでよく使われる基本の構図は以下の3つになります。3分割構図、対角線構図、放射線構図ですね。このあたりがドローン空撮で使いやすいのかなというふうに思います。はい、最後のポイントなんですけれども、やると決めたら全集中でやりましょう。で、録画ボタンを押してからゴールにたどり着くまでですね、プロポの指先に神経を集中させ続けて、で、一番これやってる最中に湧き上がってくるのが恐怖心ですね。で、恐怖心とか、ある程度距離離すと、結構びっくり、ビビってくるんですけれども、それでもその恐怖心をですね、バッサリ切り捨てないと、最後まできっちり撮影しきることができないので、最初から最後までですね、しっかり撮影しきることを心に決めましょう。最初のポイントにもなるんですけれども、やっぱり一番怖いのが恐怖心が湧き上がってくること。で、なんで恐怖心が湧き上がるかっていうと、やっぱり墜落したりとかロストする危険性があるからっていうところなんですけれども、そのためにですね、事前に安全なルートを確保するっていうところが大切になるので、まあ、今回のポイントですね、すべて意識しながらやっていくことが大切になります。ではですね、今回のちょっと動画のですね、ネタバラシをしたいと思います。はい、ちょっとね、皆さんに謝らなきゃいけないことがあって、こちらの動画ですね、実は、逆再生しております。これ、まあ、後ろ向きにドローンが動いてるんですけれども、この向きでドローンを操縦していたわけではなくて、ちょっとね、一旦正常な編集に戻します。はい、こちらが逆再生したというか、元に戻した映像になるんですけれども、本来ですね、前進しながらこう入っていくっていう形が、実は正常なスタイルでした。まあ、これなんで逆再生したかっていうと、逆再生した方がすごそうに見えるっていうところもあるんですけれども、鬼怒峠ですね、これ、2本目の動画なので、最初もこのカット使ってたので、まあ、同じカットからスタートするのはどうかなっていうところで逆再生させていただきました。で、実際に解説していくんですけれども、はい、まずスタートの構図なんですけれども、まあ、峠全体にですね、いい感じで朝日が差し込んでいるので、ここからスタートというところになります。左側が、まあ、峠があって、右側からいい感じに光が差し込んでいるので、その紅葉をですね、いい感じに撮影しようという感じで斜めにドローンが入ってくるというところですね。ここからまあちょっと接近しつつ、まあ、
赤い紅葉をしっかり見せていくっていうところで、ここからですね、この峠がこう道なりに続いていくので、その道なりに進んでいくっていうところをですね、意識しております。で、この時にですね、ドローンはやっぱり高度から高いところが撮影できるんですけれども、ちょっとね、この峠沿いを接近しながら撮影していこうというところで、俯瞰構図気味にですね、まあ、対角線構図をちょっと意識しながらこの道なりに進んでいこうって決めました。で、いい感じで立体感というかですね、ちょっとカラーグレーディングしてるんですけれども、この道の部分とこの奥に深い谷というかですね、山あいになっているので、この深い部分を見せたいなというところですね。まあ、本当はもうちょっと明るいんですけれども、ちょっと動画編集の色編集で暗くしてる感じはありますね。で、ここもまあちょうど対角線構図になっていて、で、この今先端の部分ですね、道路の折り返し部分になるんですけれども、ここでぐるっと戻そうと思いました。で、完全に俯瞰にカメラをですね、ジンバルを下に滑らかに向けつつ、ここでまた戻っていきたいなっていう感じなので、急に戻ると動きが雑になってしまうので、なだらかにこうね、ドローンを旋回させてるっていう形になります。ちょっと一瞬今動きが雑になったんですけれども、なかなかここは難しいところですね。向きを変えて今まで来た方向から戻っていくっていうところをですね、変えるところが特にワンカット空撮で難しいところですね。で、ここからまあこう戻りつつ、構図もですね、できるだけ崩さないように、この道路と紅葉が主役なので、どうしたら魅力的に撮影できるのかっていうのをですね、意識しながらまた道を戻ってくるという形になります。で、またカメラのジンバルをですね、ちょっとずつ上に向けていって、この峠全体をまた見せてあげたいなというところですね。で、だいぶですね、光が差し込んでいるので、向きを変えるとですね、さっきまで割と朝日が差し込んで暗いイメージだったんですけれども、実はもう結構明るいよっていうところですね。ここからじわーっと戻ってくるっていう形になります。で、ここから旋回して、まあ冒頭のシーンに戻るんですけれども、また最後のこの峠全体、ここの道のりがやっぱりすごく壮大で優雅でかっこよくて、ここまあ有名な紅葉の写真撮影スポットなんですけれども、有名な構図に戻していくっていうところですね。ドローンでもその構図を再現しようという形で、最後はここで、で、こっちにちょっとくるっとした道路があるんですけれども、このくるっとした道路をですね、なだらかにラダーしていくようなイメージで戻ってきているというところですね。で、このままだと、ちょっとね、カメラアングルが下のままになっているので、ここの道路をちょっとね、見せるために、カメラアングルを下に向けつつ、またですね、一通り、この道路に沿ってなだらかに動いた後は、またカメラアングルを上に向けてくるということですね。次意識していくと思います。ここからじわーっとですね、戻していくっていう感じですね。まあ、ちょっとね、さっきと逆パターンでテロップ出ちゃいましたけれども、はい、最後はこの峠から壮大に続くこの道と、まあ、雲海が現れるという形になります。はい、もう一個ですね、3分ワンカットのドローン空撮があるんですけれども、ちょっとね、こちら解説なしで最後添付しておくので、こちらもまた別の機会にですね、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、こちらも私の中で1、2を争うぐらいいい感じで撮れたなって思っている空撮ですので、ぜひチェックしていただければなというふうに思います。元動画ですね、両方とも概要欄に掲載しておきますので、もしですね、4K の高画質で見たい場合、ちょっとこれ今、テロップ入れる関係で、多分フル HD の画質になっちゃってると思うんですけれども、綺麗な画質で見たい場合は、概要欄からですね、元動画の方もチェックしてみてください。あとはですね、ちょっとそのまま空撮映像流しますので、よろしくお願いします。はい、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。